はい、えー、今回はサルビアの育て方をお話ししていきたいと思います。はい、こういう真っ赤な花が鮮烈なサルビア、まあ、主にサルビアと言われるとこの花国体の花とな何か言われたりしますけれども、えー、この花を連想される方多いと思います。サルビアは非常に種類があるんですけども主にですねこの真っ赤な大きな花そして赤なんだけどちょっとこう花が細いこういうやつね 花大きさ違いますよねコクネシアっていう種類なんですけどもこれら、まあ、主に、えー、とホームセンターとか園芸店で置かれているサルビアという名前で売られているこちらのですねサルビアの育て方をお話ししていきたいと思います、はいえー、と背丈が高くなる品種が多いので花壇の後ろに植えていただくことと、えー、日向を好むので日向に植えていただきたいなというふうに思いますはいで あの非常に強い植物なので特に気をつける部分はないんですが、あのー、梅雨時期、蒸れたりすると下葉がね、黒く汚くなってんで蒸れちゃって枝が腐って枯れてしまうことがまれにあるので風通しのいい場所に植えてください。もしくは株と株の間日本3を植える場合には株と株の間を離して植えてください。 はい、で非常に育旺性の植物なので、あのー、肥料が足りなくなってくるとて面とね、と、あの花、ー、つきが悪くなったり下葉が枯れて黄色くなって枯れたりするので肥料をたっぷりと与えてください、はい、そして花を割った後ね、こうボボボボッとこう咲いてって真っ赤ではなかなか分かりづらいと思うんですけどボボボボッと咲いて でこう花が終わるんですねここの部分はあのハサミなどで切ってくださいつけたままにすると種つける場合があるのでパチッとこうねハサミで切っていただければなっていうふうに思います、はい そのぐらいですね肥料と風通しのいいところに置くそして花をわったら花茎を切るそこだけ気をつけていただければ非常に強稽な植物でこの赤ね茜もうね真っ赤すぎて訳わ,わからないぐらいに画面が飛んでますが、えー、非常に目立つ花ですからサルビアでね花壇、えー、にぜひ植えてみてください。以上、えー、主に 園芸店やホームセンターでサルビアという名前で売られているサルビアそしておもあ国ネシアですねの育て方をお話ししました。